不況が続くファーウェイに追い打ちがかかります。最近、アメリカの投資銀行大手、JP モルガンが、中国の通信機器大手、ファーウェイを一部債権指数から除外すると発表しました。これにより、ファーウェイが調達できる資金は減少します。JP モルガンは、最も影響力のある債権指数から、ファーウェイのベドル建て債権を除外すると発表しました。こうした JP モルガンの動きは、アメリカ政府が、 中国のハイテク企業などに対する制裁を強化する流れを受けたものです。6月3日、バイデン大統領は大統領令によりアメリカ企業がファーウェイを含む一部中国企業の証券を売買することへの禁止措置を発表しました。禁止対象となった中国企業59社は中共軍との関係が疑われています。JP モルガンは同社の除外措置について指数ユーザーに通知しました。 通知では、ファーウェイの2つの子会社がバイデン大統領より指定されたとしています。ファーウェイは国家安全保障上の懸念から、2019年に対象企業によるアメリカ製品の輸入を事実上禁止とするエンティティリストに追加されていました。エンティティリストへの追加措置は、ファーウェイに大きな打撃を与えています。ファーウェイはかつてスマートフォンメーカーとして世界最大手でしたが、現在は6位に転落しました。 2021年第一四半期の決算では市場シェアはわずか4%でした。ファーウェイは懸念されているリスクについて繰り返し否定しています。JP モルガンは7月30日からファーウェイを同社の一部再建指数から除外が行われるとしています。NTD ジャパンがお伝えしました。